お疲れ様でした。田中圭司選手です。ありがとうございました。10回目の全日本、まずはショートを振り返っていかがですか？そうですね、やっぱり今シーズン決めれてない4回転がすごく悔しいです。まあ、今シーズンは変化を求めて様々なことに取り組まれてきたと思います。まあ、去年の全日本とどういったところがご自身で変わったというふうに思われますか？そうですね、まあ、変えた部分はあるんですけど、それでも結果として出てないので、やっぱりもっと見直すところがあるのかなって思いました。まあ、先ほどおっしゃったように冒頭のサルコーは転倒という結果になりましたが、一方でまあ、スピンなどではレベル4を獲得しました。そのあたりはどのようにご自身ではお考えですか？そうですね、やっぱりトータルでジャンプも決めてスピンもこぼさずっていうのがやっぱり今シーズンの目標でもあったので、それがやっぱり一つ欠けてる部分っていうのがすごく大きいなと思いますね。そしてフリーが待っています。フリーではどんな演技をしたいですか？そうですね、まあ、今日の失敗をまず引きずらずに、もう自分のできることをやりきるしかないなと思います。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。田中圭司選手でした。ありがとうございました。